ひたちなか市、平磯町茨城県道176号、中根平磯磯崎線は、茨城県ひたちなか市内の一般県道である。ひたちなか市、中根の茨城県道351号、まだら水と線より分岐して、東方向へ向かい、同市平磯町を経て、磯崎港へ至る路線。経路の途中。 武田屋交差点では、国道245号と交差する。起点付近と終点付近の大部分の区間は、他路線との重複区間となっており、単独区間は、同市13部業同市平井町の区間にとどまる。1959年10月14日、新たな県道として、勝田市大技、中根を起点とし、中港市、磯崎町を終点とする区間を本路線とする県。 道中根、ね、平磯磯崎線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号176となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、日立中市西十三部業同士平磯長官は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。 福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じた。 ものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。ありがとうございます。